ここからは韓国がバイデン次期政権のアメリカにどう向き合おうとしているのか伺っていきたいと思います、うんうん、真田さん、バイデン次期政権の国務長官にオバマ政権で国務副長官を務めたブリンケン氏が起用されました。されることが決まって、ブリンケン氏は中国と北朝鮮に対しては厳しい姿勢を取るということですけれども、うん、韓国に対してはどのような姿勢で臨むというふうにご覧になりますか。はい、まずですね、私はですね、はい、バイデン新政権は、うんうん、北朝鮮に対しては、ね、かなり厳しく出るんじゃないかなと思うんです。表現は悪いんですけれども、ね、何するかわからない北朝鮮に核とミサイルを持たせておくのは非常にその予測しづらくて危ないと、うん、だから僕はオバマ、あ、ごめんなさい、トランプ大統領の時以上にですね、はい、非核化をですね、強く求めていくんだと思うんですよ、うんうんうん、そうした時にですね、一つは米中挟み撃ちで、中、韓国、北朝鮮を、はい、圧力をかけて非核化に持っていくというやり方があると思うんですけれども、はい、今の中国とアメリカの関係を見ていると、うん、なかなかそうはいかないかもしれない、はい、するとやっぱり日米韓で圧力をかけながら北朝鮮に、うん、いろいろな、その非核化を求めるというのは動きを、はい、まあ、次に考えると思うんですけれども、はい、今の韓国の状況からすると、うん、韓国はそれに従わない可能性がある。したがってバイデン政権としては、はい、新政権としてはですね、中国があんまり動いてくれないということを前提とすると、韓国に対しての圧力を、ね、かなり強くするんじゃないかなと思うんです、はい、そういう時にじゃあ韓国はアメリカとどう向き合うのか。例えば在韓米軍撤退していってもいいよ、なんじゃジーソミアがどうのこうのとかって、要するにトランプ政権との向き合いにおいては北朝鮮とのパイプとしてはトランプ大統領なんかやってほしいというふうに言いながらも、アメリカとの距離、まあ、この、うん、皆さんの言葉で言うなら利米の、ね、雰囲気を作るというのがこれまでの文政権だったんですけれども、はい、じゃあバイデン政権になったらばアメリカに対する韓国の姿勢変わってくると思いますか。はい、韓国はですね、はい、そういう中でアメリカが今度むしろ取り込もうとする力が強くなるので、これ一体どういうふうにしてですね、はい、かわすかということがポイントになってくると思うんです、うん、でその時にですね、うん、アメリカを味方につけるというような動きをですね、うん、してくると思うんです。そうした時にですね、うんうん、アメリカを味方につけて日本を悪者にするというような日米韓の間でまた昔の言いつけだとやるんですか。そういう やる可能性は僕は非常に高いと思う。人権だ、元徴用工だ、ひどい国だ、はい、日本はっていう、それだってアメリカの議会演説やってみんなに訴えてね、はい、ロビングしてって、またあのパターンですか。あのパターンが出てくると思います。すなわちですね、バイデン・ハリス政権の一つの特徴というのは、はい、人権問題と環境問題に非常にナーバスであるというのが一般的な考え方ですから、例えば人権問題では今まさにおっしゃられたですね、はい、僕は慰安婦問題、これはね完全に引っかかってくると思うんです。それであと不可逆的にって、まあ、そう、あれオバマ政権の時ですよ、不可逆的にっていうふうにユン・ビョンセとその岸田さんの間にちゃんとこう、はい、合意したのは、はい、それをですねまた覆してくると思います、はい、でハリスさんはこれに飛びつく可能性あると思います。僕は鈴木さん、はい、今度ムン政権はバイデン政権に対し、バイデン政権に対してどういうふうに今みたいな言いつけ外交をやるんですか。また、多分やると思いますね。オバマ政権の時にですね、はい、やはり日韓を仲良くやれと、うん、まさにバイデンさんが言いに来たわけですね、日韓に、うん、そう仲持ちしてくれたじゃないですか。でその時に、はい、パクネ政権でしたけど、はい、いや日本が悪いから、うん、日本がいまだに従軍慰安婦の問題でを解決したいから私は、うん、日本と組めない、うん、それによって日米韓もできないって理屈を立ったわけです、うん、はい、でバイデンさんがお前嘘言うなよなと、うん、本当は中国が怖いんだろうって言ってはっきり言ったわけですけど、うんうんうん、でまあ、バイデンさんはねちゃんと覚えてるかどうか分かりませんけどねそこやめそれダメっすよでだけどその手があるんですね、はいはいはい、それで真田先生おっしゃったように、うん、まず環境問題、うん、で韓国はですね福島の処理水の問題は黙ってたんです最近、もうあれは韓国しか言ってないから。韓国だってトリチウム水って海洋投棄してるんでしょ、だからダメだと思って黙ってたんですが、はい、また最近ね IAEA に言いつけ始めたんです。それから慰安婦もやっぱりまた最近蒸し返し始めたんです、はい、それやっぱりバイデン政権対応ですよね。はあ、そうするとじゃあそのまた言ってきた韓国に対してバイデン政権はねやっぱりひでえ国だなとお前の言ってることよくわかると、またあの時みたいに同じことを繰り返していくこと、日韓関係はその言いつけ外交に引っ張られるように日韓またこじれていくことになるんですか。そうなると思いますね。よほどね、はあ、バイデンさんにちゃんと状況を理解させないと、うん、そうなっていくと思いますね。それ例えばそのさっきの話に出たみたいなね、日韓の間での慰安婦合意と
その日韓における慰安婦合意と、その岸田さんがやった慰安婦合意ないしは それに関連した、まあ、請求権協定に対するその話し合いとかというものと、韓国の中における世論とか大法院判決というものをどちらを優先するのかという議論がまだあそこで始まるって、そういうことですか。まさに国内法と国際法みたいな、国際協定と国内 その判決みたいなものをどういうふうに、お宅の国ではどう整理するんですかという、あの延々続いた議論をもう一回我々韓国とやらなくちゃいけなくなるってことですか。韓国だけじゃなくてアメリカとやらざるを得なくなるかもしれませんね。え、つまりアメリカがね、あの言うこと聞いてやれと言ってきた場合はまたね、そっちに戻っちゃう、でもちろんあの問題はですね、はい、あの法理論的なせあの 理屈がもう日本の方に正しくて分かってるから、はいはい、韓国もなんとなく法理論じゃなくて、うん、なんか揺さぶってくるわけですよね。情緒的に展開しますよね、だけど、うん、日本の中で、はい、あの韓国に譲ってやれって人もいるわけですから、うん、そういう人を使っていくわけですね、うん、その意味で言うと、じゃあまたその話延々またこうしばらく政権が回転がつくまではその話って、またパク・クネさんの時だってそこに何年かかりました。あの普通に言うと当初のその言いつけ外交は延々ついて2年とかそのぐらいかかってね、うん、でようやっと行くというまた同じことを今回も繰り返すだろうというふうにご覧になるんですか。日韓関係は可能性が高いですね。じゃあそうした中で大使が来るわけですよ、カン・チャンイルさん、はい、この人、まあ、共に民主党の前国会議員で、まあ、ここに書いてあるように国後島にロシアのビザで渡航したり、まあ、ドクト、まあ、我々でいうと竹島ですよね、その担当されたり、ね、日本に留学経験があって日本のことをよく知っているというのがご本人のお話で、親日派ではあるかもしれない、でも親日ではないですよね、うん、おそらくは。いや、そのですね、はい、韓国ではですね、はい、親日派の人は親日派と言われたくないから、うん、結構他の韓国人の前ではですね、はい、あの日本の悪口言ってみせる人もいるんです。あ、じゃあその意味で言うと、もしかしたら菅さんは根っこにおいては親日かもしれない。ただですね、はい、もう一つあってですね、はあ、どっちなんですか、はい、日本を知る人ほど日本に対してコンプレックスを持ってる人が多いわけです。はあ、で特に1980年代の日本は、はいはい、もう韓国と圧倒的に国力が違ったわけです。はい、はい、そういうところ日本に住んでしまったりすると、うん、日本に対してどうしようもない劣等感ができて、うん、ところが今になってみると韓国の方が日本より上なんだっていう意識が出てきた、はい、例えば一人当たり GDP が、うん、PPP ベースでは OECD の統計でいうと2019年から韓国の上になってる、はい、もうこの方もですね、うん、そういう手のことを言ってるわけですね。これですね、はい、9月18日連合ニューステレビに起こる、これ一応読みます。これ9月の18日にテレビに出演してカン・チャンイルさんは、韓国はすでにとても高い文明世代に変わり IT 文明が到来し、もはや世界指導者の地位についた、日本は先細りだ、そんな現状認識に変われば、この前菅さんですね、 菅総理の対韓政策も変わるのではないか、こんな期待をしています。これ9月の発言です。はい、9月、今年9月の発言ですよね。まさに俺のが強いから俺の言うことを聞けと、はい、うん、いつまでもあの貧乏な韓国じゃないんだと、うん、昔は日本の言うことを聞かなきゃいけなかったけど、もう聞かないぞっていう宣言ですよね、はい、うん、これはね本音だろうと思うんです。でなんて80年代に10年間日本にいたわけですよね、はいはいはい、やっぱりそういう思いは強いんだろうと思います。それはじゃあ80年代日本にいた時には日本に対するそのコンプレックスを感じていた、うん、いや私はこの人については会ったことないか知らないけど、はいはい、あの日本にいた韓国人はその傾向がすごく強いから、はあ、いやかえってやりにくいなと思う時があったんです。やりにくいというのはどういう意味ですか。あの普通にこう話をしづらいという意味でおっしゃってますか。やっぱりね劣等感を持った人とね、うん、話するのは大変でしょ。これはねでも大使で来るわけですよ。まあ来るのかどうか分かりませんけど、まあそれもね、はい、罠になってるわけで、まあ、こういうのはまあ反日、まあ、非日、日本を癒やしめる発言ですが、はいはいはい、まあ、国後島行ったことでですね、うん、日本がアグレマン出すかどうかわからないわけですね。なるほど。アグレマンというのは外交官として日本への赴任を許可するという意味ですよね、日本政府が、はいはい、で結果的には少なくとも結果的には罠になってて、はい、もし日本がこの人にアグレマン出したらですね、うん、いや日本は結局ロシアが国後島を実効支配してるの日本は認めたんだと。なるほど、はい、つまりあの時クラシリエこの人は言ったけど、うん、ロシアの許可を得て言ってるわけですから、うん、だからアグレマンを出したらそう言って回るでしょうね。
それは鈴木さんは、うん、日本政府はこの人の大使として日本への赴任には日本政府は反対すべきだという意味でおっしゃってます。いや逆にもう一つありまして、はい、反対したらですねアグレマン出さなかったら今度アメリカにですね、うん、韓国がいわゆる親日派の大使を送ったのに日本が拒否したと。なるほどね。というね、あの大手飛車取りみたいな形になったんですよ。じゃあ変な言い方ですけど中国にごめんなさい、韓国はこれいい手なんだ日本対日戦略においては。私は結果的にあのどこまで意識したか知らないけど、はいはい、日本をはめ手にはめたんですよ。これはほう。でカン・チャンイルさんというのは同じその大統領と同じ左翼政党にいるけど、はい、全然知り合いじゃないわけです、うん、まあ捨て駒に使ったっていうわけです。なるほどなるほど。真田さんいかがですか今の大手飛車取りの分析、はい、どういうふうにご覧になりますか。いや私もまさに大手飛車取りだと思います。あそうですか。日本は、ね、これ対応非常に難しいと思います。は、はい、ですから、どうしたらいいんでしょうかね。やはりまずロシアとの関係と、はい、そのアメリカに日米韓の関係を天秤にかけて、うんうんうん、それで継承の方を採用して最終決定をする、はい、だから受け入れるのか断れるのかっていうのを、ねはい、考えざるを得ないような結構厳しいところへ、ね、うまい手を、ね、置いてきてると思います。ほう、はい。これはじゃあ断ると日本のなんか器の小ささみたいな話になる、はい、受け入れれば受け入れたで今度じゃあ日本はその国としてのプライドがないのかっていうふうな話になるな、はい、ロシアとの関係も認めたということになるし、認めたということですね。それから断れば韓国側に日本が仲良くしようと思ったのに日本が拒否してるって言って告げ口外交またやられると思うんですよ。どっちの方が傷は小さいんですか。私はですね多分国後島の方が傷は浅いと思うので、うん、とりあえず受け入れざるを得なくなるんじゃないかなというのは思うんですけど、これも難しいですね。受け入れてで大統領任期が残り、まあ、1年ちょっとの中で菅さんが日本における大使としての活動がどこかでこ うまくいかない部分が出てきたときにじゃあ向こうの赴任その派遣が失敗だったというこういう形で終わらせる方がいいという意味でしょうか。まあ、そうですね、はい、そういうふうな形でなんとか収束させないと、はあ、日本としては外交メンツが潰れる危険性が出てくるんじゃないかなと思います。鈴木さんどっちがいいんですか。その大手飛車取り食らったらどっちを諦めた方がいいんですか。あでも大手諦めるわけにいかないんですけどもね、はい、私だったらですね、はい、まあ、要はアメリカに向かってですね、うん、カン・チャンイルという人は国後島に行っただけじゃなくて天皇陛下に対しても愚劣的な発言しているという説明しますね、はい、日曜という言葉を使ったという話ですね、はい、それから慰安婦に会えと、うん、国会議長が言ったのに賛成するかのようなことを韓国市で言っている、うんうん、アメリカ人は日本の天皇の位置を知ってますから、はい、それはダメだよねってことになりますから、うん、私だったらですね、うん、ちゃんと菅さんが新しい韓国のリーダーに、うん、アメリカのリーダーに、うん、こいつはこういう失礼なやつだから、うん、だから受け入れることはできませんよと。だいたいアメリカだって韓国の駐韓大使をアグレマン出さなかったでしょ、はい、って言えばいいです。はいはいはい、行かれましたね、はいはい、一回出さなかったところ で次の差し替えの人も60日間出さなかったんです、はい、なるほど。やっぱり韓国の政権は、うん、ベネズエラのチャベス政権みたいな露骨な反米政権になってるから、なるほど。もう露骨な反米の人をですね駐米大使に送るわけです、うん、はい、米韓同盟なんかなくていいっていう人を、ね、うん、送っちゃうわけです、はいはい、あれを考えてくださいね、うん、今度は日本にやってるんですよって言えばいいんです、うん、はい。